吉田さん、まあ政治家に関しましてはね、いろいろと言いたいことは私もありますね。本音で言うと強がるばかりではなくて、ただまあこうなってしまった責任は誰にあるのか、私たち有権者がちょっと節穴だったかなというところですよね。やっぱりこう人っていうのは、まあ、嘘つきなんですよね。立場が変われば理屈が変わってくるんですよ。それは散々ビジネスを一生懸命やるんだって言った方が証明してきたこともありますよね。やるやると言ってね、そして高額な商品を買ってやらないと、一体何をやるんだと、何をやったんだということでございますね。億万長者合宿も、まあ、これシリーズで長く続いてますけども、果たして億万長者合宿をやっているやつは誰なんだと、もう私たちしかいないじゃないですか。どうなってるんだということですね。どこまで行ってもポツンとしたもんですよ。はあ、寂しいですね。あ、ちなみにね、あれ、国税からね、私通知が来ましたよ。国税から。何かっていうと、その何ですか、インターネット上の取引について申告せよということでございました。申告してるんですけどもね。まあ申告しますよ、また。あれでしょ、今年は、暗号通貨の決済もありましたんでね、しっかりと納税せよということだと思いますけどもね。まあこれも政治家の決めたこと、そのルールに従って私たちは勝ち上がっていかないといけないですよね。まあ手も足も縛られて、それでもなおかつ稼げ働け戦えというのが、まあこの国ではないかなと思いますけども、勝ち上がっていかないとね、泣き言言っても人生は進んでしまいますから。まあ、それに私たちはね、戦争してるわけでもないですしね、一応平和な世の中の中で一旦バッタンしてるっていうところですか。今のうちにやっとかないと、本当に有事の際には手も足も出なくなりますね。よし、じゃあ稼ぐかな。行ってみます。